はい、あざしのね、532日目でございますってね言ってるけどね、532日目っていつなんだよって、最近こう見る人からしたら、後からもしも見る人がいたら532日目ってなんだよって思うなと最近思う。今日は10月30日ですね。明日からもう11月に差し掛かるっていうことでね、何月何日っていうのをタイトルにした方がなんか農園のとかの参考になるのではないかと最近思ってますが、今から全部の動画のタイトル直す？いやめんどくせえはい、レタスがいい感じです。うん、いつ植えたのかもう覚えてないけど、レタスがいい感じですね。こっちは何の葉っぱなんだろう、わからんでピーマンとかシトとかもうね、11月もう冬に差し掛かってもまだシシト花咲いてるし、実が取れるからね、すごいよねこいつらは。シシトかこれ、多分シシトなんだけど、なんか唐辛子みたいな格好してるな。でもピーマンも取れます、ピーマンまあまあ取れます。お昼に使える程度にまだピーマンも取れるっていうね。まあこの辺がまだ暖かいからかな。沖縄とかだったらもう年中野菜取れるんだろうね。そう考えたら沖縄で生活するのは、沖縄で土地買って生活するのはまあありかなって思うよね。一年中例えばピーマンとかだったらね、年越すからね、一回植えときゃ永遠にピーマン食えるみたいな感じになりそうだし。ナスビですね、ナスビもまあまあ育ってますね。多分11月いっぱいぐらい食えるんじゃないでしょうか。茎ブロッコリーはまだ取れてない。ここオクラが生えてたんだけど、オクラは取られてます、抜かれてます。オクラは抜かれて、大根もまあこんな感じ、モロヘイヤも抜かれてます。いつ抜かれたんだろう過去の動画を振り返って、いつまでモロヘイヤが生えていたかを検証しないといけない。で多分これはほうれん草かな、ほうれん草な気がする。ほいで、じゃがいもですね。ほい、まあまあ11月だけど畑は元気って感じです。ただちょっとね、今年の残念ポイントはこれですね、年越しピーマン。1年年を越させたピーマンは苗で買ったピーマンよりも大きくなるのではないかと思っていたんだけど、このサイズ、こっちが普通に苗で買ったピーマン、年越しピーマン、年越させた方が小さいっていうのは衝撃の事実。まあ植え替えしたりとかしたからかもしれないけど、はい、てな感じで、まあまあまあもう冬も冬って感じになってきたけど、まだ新しい緑がね茂ってます。